はい、コンタクトジャグリングレクチャー、今日も始まりました。講師はパフォーマーカスタンです。今日やるパフォーマンスはこういうパフォーマンスになります。こう順番にですね、クリスタルを入れて、そして逆、はい、カスケードというテクニックなんですけども、解説します。入れ替えて入れ替えて、もう本当にもうボールのねカスケードと一緒です。ただ入れ替えて入れ替えて入れ替えて、逆も入れ替えて入れ替えて、まあちょっとこう体を使ったりするとですね、躍動感も出たりします。まあもう解説するというよりかはですね、まあこの指を回す感じがですね、まあ押し出す方も逆転の方向もできてればですね、あとはもうそれをこう順番に渡すだけなんで、基本的には順番です。まあ3つでこう見せてですね、いろんなパフォーマンス、まあ、すると思うんですけど、そのアクションの中でですね、こうですね、お流れから繰り出してみたりとかですね、お流れをやってみてください。まあテクニックとしてはですね、まあそういうふうにやってる流れの中で一個をですね止めて周りの2つをこう動いたり離れたり、離れてこうその周りをですね通っていったりとか、カスケード単品のテクニックで見せることもあるんですけども、そのテクニックを知ってるからこそできることもあります。なのでぜひですね、こういうところ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 ですね、そしてまた入る、そしてまたシャワーに入る、でパフォーマンス、いろんなやつを連携して見せることができますので、ぜひですね、カスケード、逆方向も順方向も両方練習してみてください。ということで、今回は以上になります。カスケード、ぜひ皆さん練習してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。今日は以上でした。